特急相模根さんよりいただきました。浦和学院立教新座の選手の皆さん、本当にお疲れ様でした。岡部君をはじめ立教新座の選手のみんな、本当によくやったよ。そして浦和学院の選手たちは南埼玉代表として一つでも勝ち上がれるよう頑張ってください。今年こそは埼玉に優勝旗が持ち帰られるよう期待しています。甲子園にも行きますよということです。